こんにちは。インンターン生の古野と申します。前回は東方と二次創作についてお話ししました。今回は私が二次創作を行っている時に普段何を考えているのかということを話していこうと思います。前,前置きとして私が二次創作をする理由はこの作品が好きだからその好きに、好きを自分の形で表現することが目的なので 愛のある作品を作るのが一番の目的であります。私はイラストと小説、それと絵本っぽい何かを制作していますので、私は、えー、そこの視点からではありますが、少しお話ししたいと思います。今回はイラストを描いているときに考えていることをお話しいたします。とりあえず、一番最初は、えー、大雑把なテーマから決めていきます。ここで決めるのは、えー、バレンタインだから、 えー、バレンタインにちなんだよを描くかとかあとこのキャラ最近描いてないし描き,たいか描きたい気分だからこのキャラを描こうとかその程度です、えー、ここで重要なのは自分に描ける技術があるかどうかはとりあえず置いておいてどのようなイラストが描きたいかということを意識することです バレンタイン絵だからといって、チョコや装飾を大量に描かなければいけないというわけではないですし、特定のキャラを描くにあたっても、この段階で深くまで考えていたりしたらキリがないです。プロや絵の上手い人は、きっとこの段階で色々と考えているんだと思いますけれども、間違で絵がない、絵があんまり下手ではないという程度の能力を持つ私からしてみれた、まあ、あの、 とりあえず書いてみるということがとても重要だと思っています。それに個人差ではあるんですけれども、私はある程度進んだところからでも、あん少し気に入らないなと思ったりしたら、あの振り出しに戻ることができる人なので、とりあえずは何を書きたいかということだけを考えています。次にイラストを書いていくんですけれども、ポーズや背景は最初か。 最初の方ではこれをここに書くみたいな感じで大雑把に決めていきますこの時に初めて今回はバレンタインの絵だから少しチョコ色を主体にしてとかあとこのキャラはこういうキャラだからそれっぽいポーズとか小道具とかを持たせてということを考えます今回はイラストの講座ではないのでイラストを書く上で 細かいことは説明しませんが、基本的には大雑把に書いてから、えー、細かいことを決めて書いていくということですで。ここで大事なのは二次創作だということ、これが、えー。原作に忠実に再現する必要はないということですね。えー、バレンタイン絵だから、えー、服装をチョコ色にしてみようとかアレンジを加えることができるんです。 自分自身の設定で自分が思うような愛を表現できるというのが二次創作の最大の強みです次回は小説などストーリーがあるものを書く場合に何を考えているのかをお話ししたいと思いますこの動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします